今回はデジタル地球儀と題して、ちょっとお遊びソフトを作ってみました。最近触れる地球とかなんかいろいろな地球儀の、次世代の地球儀みたいなものがあるわけですが、その代表的なものがこの Google Earth であると、思っていまして、この Google Earth で喋、れる地球儀という、お遊びソフトを作ることにしました。喋れるっていうのは、結局こういう地名に行きたいなとかその地名を叫ぶと、その方向に Google Earth で場所が飛ぶと、それのインターフェースを作るようなソフトを作ってみました。一応真ん中にちょっと映ってるこのソフトなんですが、実は Google Earth は COM API っていう、アプリケーション間の通信ができまして、そのインターフェースを使ってさらに音声認識エンジンを搭載することで喋った声で場所に飛ぶと、ちょっとそういうお遊びソフトです。このソフトは、当然音声認識じゃなくて文字での検索ができるので、例えばここで、東京と、入力すると、こういうふうに東京に飛ぶわけです。ここにですね、音声認識エンジンを絡めることで、ちょっと遊んでみます。アメリカ、オーストラリア、六本木、パリ。このエラーは認識エラーですね。うまく認識しないことが多いのでこういうエラーがよく出ます。ロンドン、結局この検索キーワードはですね、Google Earth の検索ワードに起因するので、全て何でも検索できるってわけではないんですが、最近、Google Japan の方がかなり頑張っていて、いろんなランドマークや、細かい地名なども追いかけられるようになっています。例えば、ピラミッド。長野県上田市、こんな感じで、基本的に、声で地球の各地点を呼べる、呼べる地球儀というような、そんな大げさなもんでもないんですけど、こういうお遊びソフトを作ってみました。